採用女子、ロードレースは女子のロードレースである。1982年から2003年までと2019年からは12月の第3日曜日、2004年から2018年までは12月23日に開催される。岡山県出身で1928年アムステルダムオリンピックの800メートル走で日本人として初めてメダルを獲得した瞳木縫の名前を関して、 人見きぬべハイ山陽女子ロードレースが開催され2004年の23回大会からハーフマラソンをバルセロナオリンピック銀メダルアトランタオリンピック銅メダルを獲得した有森優子の名前を冠している本大会の主催は岡山県岡山市山陽新聞社など RSK 山陽放送がテレビラジオで生中継を行っているまた一時期は BSTBS で全国制中継もされていたが、2013年以降は RSK 採用放送単独の放送に戻った。2004年以降10年間、天皇誕生日である12月23日に開催していたが、2014年は11月16日に前倒して開催した。これは同年12月5日にオープンする。 イオンモール岡山の年末商戦による交通渋滞及び交通規制の困難さを考慮して判断したもの。2015年以降は12月23日開催に戻したが経路が一部変更されている。2019年以降は12月23日が平日になったため12月の第3日曜日に開催されている。1949年に瞳もに 第3回万国女子五輪で、リレーに出場した本城初らが、スポーツ振興を願った、瞳の意志を継いで、岡山女子クラブを創設した。翌50年には、同クラブが中心となって、奥市競技場で、瞳杯第1回全国都道府県対抗女子、陸上競技大会を開催した。しかし、翌年以降の開催は確認されていない。 それから28年後の1978年に、松田隆史が投稿したプラハで、瞳の石踏みを見つけ、岡山陸上競技会に、瞳絹枝賞の創設を提案し、両備内提演財団からの寄付をもとに制定された。1981年4月に、第一回キビロ山陽マラソンが開催されたのを機に、公認コースでのロードレスを求める声が出始めた。 当時の岡山県陸上競技会理事長の意義のマサ氏がこの動きを後押ししたことで開催に向け急ピッチで準備が進んだ。1982年に県保健体育課長の正木茂雄の提案で大会名称に人見木ヌエ杯を冠することも決まった。1990年の第9回大会から瞳の記念碑があるチェコよりチェコ共和国媒が寄贈され、 22回大会までは、ハーフ優勝者23回大会からは10キロ優勝者に送られる。ありがとうございます。